はい、じゃあパスタが茹で上がったんでそろそろ仕上げますね。ここにこのベーコン炒めたところにまずパスタ入れますよね。今日はいろいろ具も入れたいんで、オリーブ入れます。これ余ってたアーモンドの、これですね、アーモンドのかけらですね。これ入れます。そしてこれをここの上に春菊ソース、これをベローンとたっぷりと入れます。そしてこれを混ぜます。こんな感じで、ちょっとだけ火を通せば OK なので、これで OK です。はい、これで盛り付けていきますね。はい、じゃあ盛り付けていきますね。この春菊パスタをたっぷりとこうまとわせたので、これをこんな感じでドアーとこういきます。たっぷりにこういきますね。緑の具材もこうこんな感じで、こんな感じで盛り付けました。ここに甘乳ですね、甘乳を一垂らします。こんな感じでたっぷりと垂らしますね。そしてね、最後にね、このアーモンドのスライスをね、こうパラパラーとこうこんな感じでおしゃれに、はい、こんな感じでできました。こんな感じですかね。春菊のパスタですね、あのピアセレクトも入れて、たけるくんのテイストもバッチリ入れてますよ。上から見るとこんな感じですね。緑色が美しい感じです。こんな感じで緑色がバッチリですね。いい感じですね。春菊のパスタ、まあ春菊なんてね、冬の野菜ですからね、これからですよね。春菊のパスタ、フューチャーリング佐藤健くん、ピュアセレクトということで、これを食べていこうかなと思います。はい、春菊のパスタが出来上がりました。こんな感じで鮮やかな緑色ですね。こんな感じ、これをちょっといってみたいと思います。いい感じにまとってます。いきます。うん、うまい、間違いないです。これうまいわ。いきます。うん、もう春菊の味が、香りが、春菊の香りがブワッときます。ちょっとここで追いチーズしますね。もう少しパルメザンチーズを効かせます。これね、絶対そっちの方がうまいんですよね。こんな感じでパルメザンチーズを足しました。いきますね、これを。最高です。最高。今日は本麒麟でね、いきたいと思います。本麒麟、確かタモリさんが CM してるやつですね。これ美味しいですよね。うん、冷えててバッチリです。この日本のハーブ、春菊をまとったパスタで、うん、バジルのパスタよりもこっちの方が好きですね。美味しいです。ということで奥さん、今日はもうそろそろね、冬になってきて春菊が安くなってきて美味しい季節ですよ。ぜひ試してください。ね、春菊もね、普通はね、鍋に入れたりとかっていうのがポピュラーじゃないですか。でも違う食べ方もあって、こうやってパスタにすると、まあね、ちょっとミキサーでね、ペースト作んなきゃいけないっていう手間もあるんですけど、まあその手間をしても食べてみる価値があるぐらい美味しいと思います。やってみてください。奥さんも旦那さんも何これってなると思うので、ではでは語ります。はい、どうもこんにちは。またね、ちょっとモネちゃん、その昨日の本当にあった怖い話の話なんですけど、まあ、モネちゃんと一緒に注目すべきは、その番組にタケルくんの若い頃の話も出てたんですよね。それが結構僕は怖くて、2009年なんですね。2009年のタケルくんの、だから顔の道っていう話ですかね。ドライブに山に行って変な感じになる、迷うみたいな感じになるっていう。だからね、でね、僕ね、昨日見てた、とにかく録画してみたんだけど、録画やめたのに、途中でね。もうこれは怖すぎて見ることないなって。あのね、長澤まさみちゃんのやつですよ。怖かったのが。後ろの女ってやつ。長澤まさみちゃんのでもうね、もうやめようと思って見るのが。
もうやめようと思って、もう次々畳みかけられましたよね。堀北真希ちゃんのね。本が招く幽霊っていうのも、あれもね、反則じゃないですか。友達のこの足元にあのすごい幽霊がいるとか、もうそうだったし、あとはまあ、極めつけあの伊藤敦さんの断崖の下にいてってやつですよね。もう、車のところにいきなり赤い服着た女が来るみたいなね。ミルキがだんだん失せてきたんですよね。まあ、その中にモネちゃんのがあって、まあ、モネちゃんのは夢中でというか頑張って見たんです。結構あれランダムにやってったじゃないですか。モネちゃんとかの後の方に来るのかなと思ったら結構真ん中頃に来ちゃったし、で、タケル君のが後ろの方に来たんですよね。でもね、僕はだから途中でタケル君の見るのやめようと思ったんですよね。もう録画もやめようと思って。でも、諦めようかなと思った時に始まったんで、見ちゃったんですけど、でっかいね、白い服を着た幽霊みたいなのが出てくるんですけどね。あれも恐ろしく怖かったんですけど、ただね、まあ何が新鮮かって言ったら、タケル君の若い時ですよね。あ、こんなんだったっけみたいな感じでしたね。今より全然痩せてますよね、なんか。今はなんかちょっと体が引き締まってる感じがするけど、あの時なんかすごいガリガリだなーなんて。T シャツ姿で、ほいでこう、電話かけるシーンとか見た時に、すっごい痩せてんな、みたいな感じでしたよね。可愛いなーと思いましたね。めちゃくちゃ可愛いなーと思って。なんかすごい目も大きいし、クリッとした目してて、でも髪型とかもね、時代がね、物語ってるような、ちょっとチャラい髪型とかしてて、演技もね、ういういしいんですよね、なんか。ちょっと癒されましたけどね。話は怖かったですけど、あのタケル君の姿に癒されました。だから、ね、得しましたよね、そのモネちゃんの、今のモネちゃん。あの、特にあの、ね、作業着姿のモネちゃんが見れて、で、ういういしいタケル君が一緒に見れたっていうのは、僕の中ではすごい、なんか新鮮でしたね。ちょっともう二度と見ることないなと思って怖かったんで。時を超えてね、2009年のタケル君と2020年のモネちゃんが同じ番組に出たっていうのは、なんかね、いい感じでしたね。なんて思いました。そんな感じでした。ではでは。